人が土地買ってるんですよね、全国で。さっきも言いましたけど、僕は先週北海道のニセコにいました。ニセコ皆さん今行ってみてくださいよ。ちょっとお金かかるけどすごいですよ。街歩いてる9割外国人ですから。スキー場行っても外国人ね。で、外国人もみんなマスクなんかしてないから、のレストラン行っても食堂行っても誰もマスクしてない。マスクしてるのは日本人だけね。で、物価は高い、ものすごい上がってます。スキー場の、ね、食事も高いんだけど、びっくりするのはスーパーに行くとですよね、1パック4万円のウニとか売ってるんですよ。4万円です。4000円じゃないですよ、4万円ですよ。すき焼きの肉1パック2万円ですよ。そんなの買う人がいるわけですよ。ね、買う人がいるから売ってるわけでしょ。こういった状況が日本のリゾート、まあ、ニセコが一つの例ですけど作られてます、ね。で、なんでニセコにそんなものができるかって言ったら、ニセコの雪がいいからですよ。立地が良くて景色がいいからですよ。外国でもなかなかないようないい雪が降るし、ね、日本に来たら安いからですよ。海外に行ったら1日の離島券が2万円とか3万円ですよ。ニセコだったら1日6000円とか8000円ぐらいで滑れるんですよ。リフト券が8000円で日本人からじゃ高いですよね。スキージャンプだったら5000円じゃないですかね。それが8000円でも高いんだけど、でも外国人からしたら自国で滑るの3分の1ですよね。ホテルもハイアットとかだったら1泊10万日本人だったら手が出ないけど、それでも海外の富裕層からしたら安いんですよね。ハイアット行ったら働いてるのはみんな外国人です。だから僕もこの間ハイアット行ってお昼食べましたけど、オーダー英語ですからね英語でやり取りするんですよ。だって店員さんみんな外国人だから。日本人いないなと思ったらですね、雪かきとかしてるのは日本人でした。ベッドメイキングするのも日本人ですって。時給ね、1500円とか1800円もらえて喜んでるそうです。でも外国人の時給はどれぐらいなんですか。3000円ね、日本ですよ。こんな状況がね、今は北海道にそこは顕著だけれども、新潟のダメになった温泉地ね、全部外資に買われたらそういうのが出来上がりますよ。長野もできますね。沖縄の海どうですか。沖縄の海ほんと綺麗ですよね。そういったところ離島なんかバッと買われてですね、リゾート作られたらそういうのができるわけです。そして中国やアメリカの資本が入ってくるね。で、その下で働くんですよ日本人が。僕がいた大阪どうですか。ベイエリアにカジノ作るでしょ、ね、どこの資本ですか。カジノって誰が儲かるんですか、ね、遊ぶ人が儲かるんですか。儲かりません。みんな必ず損します。従業員ですか。違います。カジノ作って一番儲かるのはどう思うと運営する人です。日本人はカジノの運営ができません、ノウハウがないから。だから外国に任せるって言ってる。じゃあなんで日本っていうところプラットフォームね、インフラを使って外国人が儲けるんですかね。これおかしいでしょって。で、こういうことを規制しましょうよと、もしくは土地を買われるのを止めましょうよとね、そういう考えはないんですかって政府に聞いたわけです。ないんですね。で、そうやって外国人のね、ビジネスのフィールドができてるんですよ日本でね。だからむしろ日本人がね、お金持ってかれてる側じゃないですか。そんな側になってるのに、いまだに外国人に生活保護出してるんですよ日本は。これ法律じゃないんですよ。昭和28年の通達だけなんですよ、役所のね。で、裁判所はおかしいってね、国籍がない人に生活保護出す必要はないって言ってるんですよ。でも出し続けてるわけですね。だからそれもやめませんかって聞いたら、やめませんって言うんですよ政府はね。これが今の自公政権の答えですよね。食料はどうですか。日本の食料自給率 37%、 8% カロリーベースでね。でもこの30何パーセントっていう数字も怪しいんですよ。なぜか農薬とか肥料とか種とか全部海外から買ってるからです。今それが高騰してますよね全てね。そうなってこれが入らない、もしくはね、確保できないってなったら、もっと自給率落ちていくわけですよ生産率が。もし台湾有事とかになって食料供給船とか来れなくなったらどうなりますかって、そういった場合の
想定はされてますかって政府に聞いたら、してません。でも台湾有事可能性ありますよね。そうなった時に食料どうするんですかね。それは防衛費上げるのは結構ですよ、今危機があるからね。じゃあ防衛費何に使うんですか。それ言ってから上げてもらわないとダメですよ、絶対。自民党には何のために防衛費上げるのか、防衛費上げてアメリカから高い戦闘機とかね、お風呂のトマホークとか買ってたら意味ないんですよ。防衛費上げるんだったら、まず最初に日本人が有事になった時に食える食料生産に使ってほしいですね。ね、だって戦いになって流通止まっちゃったら飢え死にますから。戦でもそうでしょ、兵糧攻めされたら戦わずして負けるんですよ。もし戦いが起きそうだと思うんだったら、鉄砲とか武器弾薬も大事だけど、一番大事なのは食料ですよ、エネルギーですよ。そういったものがちゃんと確保できるのか。そして敵はいろいろ撹乱してきます、情報戦が起きますから、ちゃんと国民が情報を取れるかね。今回のコロナでかなり日本のマスコミはおかしいということに多くの国民が気づきましたね。政治家も信用できない人が多いということに皆さん気づきましたよね。全然気づいてませんか。自分の頭で考えたら気づくと思いますよ。マスコミが言ってたことがおかしいとね、政府が言ってたことも当てにならんとね。これね、情報戦に負けてるんですよ、完全にね。だって間違った情報を与えられて、ね、海外からいっぱい薬とか中とか買ってるわけですよ。何兆円も使って、何十兆円も使ってね。それが効果があったんだったらですけど、効果あったんですか。それをそのいい日本人はみんな信じてね、やってるんですよ。こんな悠長なことやってて、本当に有事で戦えるんですか、我が国はね。いや、もう戦いの前提が全くできてない。だからもうね、中央政府や既存の政党に頼っててもダメなんですよ。もう福井は福井で考えていかないといけないの、地方自治でね。で、福井はこうすると、ね、福井の食料政策はこうするんだ、福井県民、例えば子どもの学校給食は全部福井で作る。で、農薬とか肥料が高くなってるから、有機栽培とか自然農法とかそういった形でなるべく農薬肥料を作らずに、ね、野菜お米を作って、有事の時も福井県民の胃袋はちゃんと満たせるようにしとくと。福井はできますね、人口少ないから、土地があるから、海があるから、福井はできるんですよ。 100% の自給率やろうと思えばね。そういったことも県議会で話し合って決めりゃいいんですよ、勝手にね。別に政府の言うことだけ聞いとかないといけないわけじゃないね。で、政府の情報が間違ってると思えば、福井は福井でね、パンデミックとか次起きた時に福井モデル作りゃいいんですよ、もう考えといてね。で、政府の言うこと聞かなきゃ補助金やらないぞって言われたら、自分たちで財源作ればいいんですよ。江戸時代に徳川幕府がお金くれたんですか、松平春学校に。親戚だけど、徳川幕府が別に福井にお金くれたわけじゃないですよね。福井は福井でやってたんじゃないんですか、一線は一線で。まあ今は仕組みが違うから 100% 総合ではできないけど、でもそういう発想を作るっていうことです。僕たちが考えて、そうじゃないとこれからの動乱の時代に生き残っていけない。特に人口規模の大きいところは大変です。大阪、東京、名古屋、福岡ね、人口が密集してるから。でも何度も言いますよ、福井は幸いにも人が少ないから、やろうと思えばできるんですって。石川もできる、富山もできますね。小さいことはマイナス面もあるけど、でも自分たちがきちっと自分たちで組み上げようと思えばできるんですよ。そのために一番大事なのはね、いいリーダーを育てておくと言いましたね。だから藤本さんまだ20代ね、いいリーダーになれると僕は確信してますね。けどもっと若い子たちいますよね。今日もね、白さんから高校生がわざわざ来てくれて、さっき握手してくれましたけど、
高校生、中学生、小学生、こういった子たちにちゃんと種植えとくんですよ。僕は国会議員になってね、僕の出身の高浜中学校が国会見学のね、アテンドしてくださいって言ってくれました。あ、母校だからね、あ、いいですよと言ったらですね、それをどっかで聞きつけたのか、オバマの中学校とかも全部僕に頼んでくるからですね、福井にはもうちょっと国会議員は他にいないのかと思いましたけど、まあいいですよ、地元ですから。もうね、うちのスタッフが、いや、こんな複数も来られたら困りますって言ってますけど、いやいや、もう全部対応してくれと、福井県は全部対応してくれと言いましたよ、僕はね。で、僕はその子たちにもし会って話せるんだったらね、なんかね、こう心の火種みたいなのを彼らに伝えておきたいね。福井の霊南、ここ福井よりもまたもっと田舎ですよ、福井市よりもね。けどそれで卑下しちゃいけないよってね。どんなに小さなところね、本当に人口数百人しかいない村だって、でも日本にはチャンスがある。そしてやろうと思えば何でもできるね。で、日本はこれから大変になるから、幕末みたいな状態になるから、それの大転換期にどう自分の命使うかしっかり考えろと。それが決まったらその目標に向けて一生懸命勉強しろと、ね、学校の勉強は適当でいいと、ね、だってあんなのやったって優秀になんないから。学校の勉強一生懸命やったらどこになるか分かりますか？東大に行くんですよ。東大出て官僚とか政治家とか医者とか弁護士になるんですよ。マスコミ入るんですよ。全然立派なことしてませんよ。もし彼らが立派だったら日本もっと良くなってるからね。だから東大行ってもいいリーダーにはなれないんですよ、勉強しかしないから。違うんです、本当の勉学ってのはそういうもんじゃない。しっかりと今世界で何が起きてるのか、20年後どうなるのか、それを考えてね、予想してそれに備えておくっていうことですね。まさにね、福井の橋本早苗校がやられたようなことをやるんですよね。皆さん知ってますよね、学校で習うから。福井市の人だったらね、15歳で啓発録とか書くんですよね。でも15歳は大人だから自信を去るってですね、ね、もう自分は自分で大人として一人前な自分を作っていかないといけないと、いい友達選んでしっかりと勉強していかないといけないって、そういうことを150年前はね、15歳がちゃんと自分で書けるぐらいの能力あったんですよ。今40歳だってそんな書かないですよ。もう子供みたいなもんですよ、自信がされてないですよね。だから何が言いたいかっていうとね、福井は小さいけれども、だからといってチャンスがないわけでは全くない。小さい分小回りが効くから、これからどうなるかっていうことを先見の明を持って考えて先回りして次をやっときゃいいんですよ。で、それはね、福井市だろうが小浜市だろうが高浜市だろうが関係ないの。もう今情報社会でダメなのは、学校行って言われたことを言われたままやって、決められたエスカレーター登っていってね、で試験受けたら就職できるとかっていう、そういう発想を持ってるのがダメだって。全国学力テストが上位だって喜んでしちゃダメなんですよ。そんなのは役に立たないんだから、大してそうでしょ。それよりも福井が誇るのは、ね、社長の率が多いとか、ね、女性がちゃんと働いてくれてるとか、ね、そういったことは誇りを思えばいいと思いますよ、ね、学力テストで点数がいいなんていうのはですね、そんな大した自慢ではない。そういったことを地域地域でやるんです。僕はだから高浜のことが来てくれたら10分でもいいからそういう話がしたい。で、そのためには何をやらなければいけないか、これね、そういう大人がいればいいんですよ、地域に。でもしいなければ連れてきて、そういうメッセージを送らせればいいんですよ、子供たちに。本当に多感な時期にね、しっかりとそういった熱い心の火種をもらっておけばね、福井の子たちは絶対やれる、絶対やれます。それを言う人がいなかった、少なかった。それを参政党はやりたいんです、ね、で皆さんだってできる、そんなのは。政治家じゃなかったっていいんだから、学校の先生でも自分のお子さんだった親でも会社のね、従業員の息子さんたちに話してもいいですよ。ただ言うからには自分たちがやらないといけないですよね。自分たちがね、お上の言うことに全部従ってマスコミの言うことに誘導されてね、今だけ金だけ自分だけになってたらね、どんだけ熱いメッセージ送ったって子供たちの心に火はつかないね。だってお父さん先生できてないじゃないの。
いうふうに言われたら説得力がないから。だから僕たちが大人がやることはまずしっかりと自分の心に火をつけることですよ。今の状況判断しっかりして、繰り返しになりますけど、このままじゃ日本は衰弱するなという先見の目を持つことですよ。でどうすれば、ね、衰弱は僕も止められないと思うけど、墜落の仕方は変えられますよ、ね、ボーンと突っ込んでハードランディングだったら爆発して終わり、ソフトランディングで緩やかに落ちていけば、ね、そこからまだ生き残った人たちが次の復活ができるじゃないですか、ね、それを一生懸命考えて自分たちでやるんです、ね、今日もう来る途中で、ね、今度4月の選挙出てくださいって話をしてたら、準備ができてないから4年後だったら出ますとかですね、できない理由ばっかりみんな言うんですよ、ね、でもこのまま政治がグダグダで、ね、経済が破綻したり、ね、戦争になったり食糧危機起きたりしたら、皆さんどうなるんですか、自分の生活。目の前のことだけ一人一人やってても、大きなショックが来たら目の前のものが崩れちゃうんですよ。だったら多少リスク取ってでも、ね、みんなで声上げていかないといけないんじゃないんですか。今までやってた人と違う人たちが違う動きを起こさないといけないんじゃないんですか。ダメだという意識があるなら、なんで私は無理って言うんですか。なんで私は嫌ですって言うんですか。皆さんは僕や藤本さんが、ね、もうやりたくて、政治家やりたくてやりたくてやりたくてしょうがないと思ってますか。そんなことないですよ。僕別に国会議員なんかやりたくないですからね。やめろよって言われるんですけど、よくね。でもまだもう少しやりますよ。責任があるから。ここまで行ってきた責任があるから。ね、まあ、今日はね、あの家帰れますけど、僕もう2月とか3月家帰るの1日か2日ですよ。子供ちっちゃいけど、そんな時間もないし、お金もなくなるし、ね、変な党から妨害されるし、ね、なんかもうないことないこと言われて叩かれるし、ね、周りが心配して大丈夫かって連絡来るんですけど、僕見てないですから、ね、妨害する人たちが何言ってるか。見たってしょうがないの、そんなの。もう目的は、沈みそうな日本をどうやってソフトランディングさせて、次の世代につなぐか、そのためのことしか考えてないから、どうでもいい人たちが外でギャンギャンやってたら、もうほっとけっつです、僕は。それは僕たちの戦いじゃない。僕たちは、今、ね、もうあえて言うなら、僕たちの目の前の一番の壁は国民の無関心の壁ですよ。無関心な人が山ほどいるから、その人たちがむしろ僕たちの一番の障害かもしれない。国民が気づいてくれるしかないんですって。国民がやるしかないんですよ。だって誰もやってくれないから。岸田さんはやってくれない、バイデンもやってくれない、トランプに期待したってどうなるか分かんない。習近平がやってくれるんですか。プーチンがやってくれるんですか。誰かに期待してやってもらおうっていう考え捨てなきゃ。福井のことは福井の人がやるんです、ね、で自分なんか無理じゃない。自分たちは何ができるかを考えるんです。そして自分たちで全部できないんだったら、できる人を育てるんです。子供たちに伝え、残すメッセージを送るんです。頑張ってって、頼むよって、ね、で自分もやることやるんです。一人一人がそういう気持ちになるしか、もう日本のこの、ね、急降下止められない、まあ、止まらないんだけど緩やかにできない。だからまず私たちが訴えているのは、国民に気づいてもらうことです。このままじゃまずいっていうこと、ね、いいようにやられてたなっていうこと、ね、やられ始めたのは今急に始まったわけじゃない、ね、騒ぎだって急に起きたことじゃない。もう戦争に負けて78年ですよ。78年やられっぱなし。明治維新から155年やられっぱなし。まあ明治の時代はちょっと反撃したけど、戦後は反撃できてないですね、ほとんど。経済ちょっと頑張ったぐらいですね。憲法変えれてません。職奪われて自給できてません、ね、もうアメリカの在庫処理場みたいになってます。医療、ね、金儲けに使われてます。教育、単なる試験勉強に終わってます、ね、まだ唯一良かったのは経済が良かったけど、
その経済ももうダメでしょ。じゃあ何があるんですか、日本に何が残ってるの。軍事もダメですよ。我々に残ってるのはね、日本人です。日本人としてのアイデンティティとか、日本人としての境地とか、日本の文化伝統、形に見えないものがまだ残ってますよ。それをどれだけみんなで温めて次の世代に残していくかって、そういうことしかもうできることないですから。それは何回も言いますよ、繰り返し。大きな県だからとかお金があるからとか関係ない。小さいとこからもできる。杭でも殻でも絶対にできるね。参政党からでもできる。今一人しか国会議員いないけどね、藤本さんたちがね、ちゃんと上がってきてくれたら必ずできる。それを僕は皆さんとやっていきたい。そこに向かってもう自分の個人的なやりたいこととか、お金のこととか、家族の時間とか横に置いといて、そこにもう邁進してるだけなんです。やりたいかやりたくないかって言えば、個人的にはやりたくないなと、やめたいなと思うことはいっぱいあるね。よく知りますよ、僕人間だからやめてっつって嫌だとね、いうふうに思うことはまあまああるけど、こんなに演説皆さん集まっていただいて、全国で聞いていただいてね、で参政党国政政党になって、それでね、もう嫌だからやめますって言ったら、もうみんなから裏切り者って言われるでしょ。そんな卑怯なことは僕はできない。だから嫌でもやるんです。だからやってる人間が、こうやって声を上げてる人間がいるうちに、一緒にやってくださいっていうのは僕のお願い。神谷さん頑張っては困るんです。もうこれ以上頑張れないから、もう1年以上僕走り続けてるんですよ、休みなくね。参議院の選挙終わったらちょっと休めるって家族にも言ってたんだけど、全然休めてません。むしろ忙しくなっちゃったからね。だから僕は一緒に走ってくれる仲間が欲しい。仲間が欲しいんです、同じ思いで。で、仲間になったらお金あげるよとか、仲間になったらなんか甘いもね、甘い汁吸えるよとかありません。ごめんなさい、何にもないんです。仲間になると仕事が降ってきますね。あれやってくれ、これやってくれとね、みんなにお願いしてる。だから個人的には一緒にやってもらってるね、藤本さんもね、政治家になったら大変ですよね、やることいっぱいあってけど、誰かがそれをやっていかないといけないで、ね、やり続けたらみんな気づくんです。あ、この人たち本気なんだなって、あ、自分の私利私欲でやってんじゃないんだなって、あ、そういう大人がいるんだなって子供たちも気づくわけですよ。そしたら続かなきゃって思う人が絶対出るの。日本人はそういう民族なんだから。だからそういった日本人の心に火がつくところまで走り続けたいわけです、潰されずに。でも日本が落ちていくスピードとか、参政党が受ける攻撃とかがどんどん強くなってくるから、だから急いでるんですので、4年後じゃないんですって言ってるんです。4年後に準備して選挙出ますとかやるでも、4年後じゃもう終わっとるかもしれんかなって言うんですよ、僕はね。今がその時なんです。だから参政党を作ったんです。だから必死でみんなに選挙出てくださいってお願いしてるんです。で、それお願いするからには自分が一番やらないといけないから、家にも帰らず走り回ってるんです。そのことをぜひですね、皆さん一人一人の胸に刻んで、皆さんがやれることをやってください。別に参政党だけがやろうとしてるわけじゃないはずだから、他の団体でもいいです。他の政党でやろうとしてるとこあるかもしれない、僕は知らないけど、みんなが何かのプラットフォームを作ってみんなでやらないとね、なんか景気悪いよねとかですね、早くこれのあれ終わらないかなとか言ってる間にどん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 やられてるんです。そして他の国はどんどん成長していったり、次の戦略を考えてるから、日本だけが置いてきぼりになって、日本中がニセコみたいな状態になるんですって、ほっといたら。それが嫌だから今言ってるんです、ちゃんと気づいてくださいって。もしこの話を聞いて分かんない人は、北海道行ってニセコでスキーしてきてください。見たら分かる、あそこに行ったら。こんなことが本当に日本で起きてんのかってね。いやでもニセコ行ったら楽しいですよ、外国人楽しそうだしね。でも
やっぱりあこれは日本じゃないと思うと思いますよ。そういったことを僕は福井の皆さんに分かってほしい、ね、で、まあ、他ねまだ選挙も始まってないから、ね、こんな形で来て記者会見今日この後するんですけど、もうね出血大サービスですよ。だって他の県僕行ってないもん記者会見なんて。支部長がどうしても福井は神谷さんに来てほしいとおっしゃるからですね、もう無理やり来て僕明日はもう岐阜行かないといけないですからね。でも僕はそれだけやっぱり思い入れがあります、ね、自分が生まれ育った福井県、ね、それからずっと24年住んでた大阪で今暮らしてる石川県、この3つにはやっぱり特に思い入れがある、ね、ので福井とか石川はたまたま北陸でつながってるし、ね、今回富山でも庄司さんっていう元格闘家の方が頑張ってくれるし、ね、だから北陸とか関西とか、ね、このエリアから日本盛り上げていきませんか。新幹線もつながるし、ね、だから福井は何もないとか言わないでくださいね。人口減ってるけど、でもだからこそできることがあるんだって、ねね、あの高浜のちっちゃいとこで生まれ育った神谷も頑張ってんじゃねえか東京でってですね、ぜひね、なんかこの東京の皆さんの熱い思いを僕は背中に受けたいです。そして一緒に頑張りたい。だからぜひこの福井で参政党を一緒に盛り上げてください。そして藤本さんたちを頑張って、ね、サポートして、藤本さんにも本当に熱い心ある政治家になってもらいましょう。私からメッセージは以上です。ありがとうございました。すいません、あの最後に一言だけ申し上げますですね、私もですね藤本さん頑張ってくださいと言われるとですね心が折れそうになる瞬間が正直あります。頑張ってます。僕は言われなくても頑張ります。誰よりもリスク取りますし、誰よりも動きますし、誰よりも走ります。僕のこと捕まらずに連絡困ってる人たくさんいると思います。それぐらい走ってます。なので藤本さん頑張ってくださいじゃなくて、藤本さん一緒に頑張りましょうって言ってください。お願いします。